はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、音楽に関わるようなちょっと便利なソフトを開発しましたので、皆さんにご紹介したいと思います。開発と言いましても、先日から僕の動画を見てくれてる人はわかると思うんですが、僕は音楽スタジオもしくは YouTube の、YouTuber というか DTM の解説をしてるんですけれども、昔はですね、コンピューターのプログラムの会社を経営しておりました。昔はというか、今ももちろんその名残の仕事はいくつかあるんですけれども、そんな中、皆さんもご存知のようにチャット GPT がですね、出てきました。これでですね、今まではもうしばらく離れているので、プログラムなんてもう忘れちゃったよみたいなぐらいで、少しですね、そういう時期があったんですけれども、チャット GPT ができてくれてですね、僕の生活は一変しました。またですね、プログラムをやりたくなってというかね、で、やりたいと言いましてもね、もうあまり力を入れることはないんです。皆さんは嘘のように思いますが、僕がプログラムをバンバンやっていた時から比べたら、速さで言えば約1000倍、いやもっとかも分かりませんが、そういうような速さで開発ができます。右の方に、エディターがありますけれども、ここにこういうようなプログラムが書かれてるわけですね。でそんなに長い構造じゃないですよね。これあの Python というプログラム言語の、プログラムというよりスクリプトといった方がいいんでしょうか。インタープリタと言いまして、コンパイルというのをして動かすんではなくってですね、簡単に実験とかをすぐにできる、そういう環境といったらいいんでしょうか。そういうのを構築しておきましたら、この Python 用のコードをチャット GPT が作ってくれるんですよね。ですから、そしてそれをこう貼り付けたり、若干修正をしたりとかしながらやっていくとですね、今まで何日もかかってたようなことが、もうものの何分とかいう形でできてしまうわけです。もちろんトライ&エラーとか、エラー&トライ、どっちかわからんけど、そういうようなことでですね、もう何度も繰り返しチャット GPT と話しながらですね、そこは違うんだよ、こういうふうにしたいんだよとか言いながらやっていくんです。で、YouTube にはそういうプログラムができるんだよということで、僕と同じようにこのプログラムを出している人がいるんですけれども、でもですね、本当に実用的なソフトまでできるんじゃなくって、こんなコードまで書くんだよっていうのはたくさんも皆さんも発表してるんですけれども、僕はそれじゃなくて、実際使えるようなものを作って皆さんに見ていただきたい、そんな風に思っています。で、本題に入ります。このソフトっていうのは、僕がやってる DTM のソフト DAW っていうやつですね。そのプラグインというのがあるんですけれども、プラグインというのはですね、ちょっと動画編集で大きくはしますけれども、ここにありますように、主にですね、プログラムファイルズというところにいろんなホルダーがありまして、一番メインはステインバーグの VST プラグインズという、今一番ここの上の行に書いてますね、ここですね、こういうところに入っているのが一番多いんですが、それ以外にも入っていたりします。で、ただし、このソフトはまだまだ今は実験的な段階でして、このプラグインをですね、Excel で一覧表を出すというような、そういうソフトなんです。なぜかというとですね、やはり僕なんかも、スタジオ1を立ち上げると、プラグインが900個ぐらい埋め込まれてるんですよね。そういうような、管理がものすごく難しくなってきて、そしてもう使ってないのは何年も使ってないからですね、もう
を、まあ、捨てるというか違うフォルダーにやりたいんですね。そういう違うフォルダーにやったりとかっていうことを Excel 上からできないかというふうにも考えておりまして、今はリストアップするだけなんですけれども、ちょっと見ていただきたいと思います。はい、先ほども言いましたように、そんなに長いコードじゃないんです。このぐらいのコードで Excel に、最後はここで Excel のファイルにですね、書き出しているんですけれども、Python というのはこの黒い画面のところでですね、そのように打ちます。今もあるんですけれども、この下の方を見ていただいたらですね、 Python VSTPY というふうに、なっています。いわゆる Python のソフトを立ち上げて VSTPY、 この右側のテキストファイルですね、これを実行しますと、ちょっとやってみますね。はい、このようにして実行としましたらですね、ちょっとしばらくしたら、はい、これで6個のホルダーですね、先ほども言いましたように、この右の6個のこのホルダーですね、その中身を全部見てくれました。そしてそれはどこに行ったかというとですね、このホルダーの中に VST プラグインインフォ XLSX というね、 Excel の新しい目のファイルになるように作ってあります。ですからこれをダブルクリックしますと、 Excel が立ち上がります。はい、見てください。このようにですね、プラグインのファイル名がこう出てるわけです。ちょっと見にくいですので、文字自体を全部大きくしましょう。今11ポイントという大きさなんですけれども、これをですね24ポイントぐらいにしましょうかね。これで随分見やすくなったと思います。最大化します。ここでまず A のセルにファイル名を入れてあります。はい、アイドトープのネクター3とか、こういうふうに出ていますよね。でもそれが2つも入っています。同じようなものなんだけれども、違うところに入ってたりするんですね。片っぽはステインバーグのところにこのように入ってますし、片っぽはですね、これはコモンファイルズというところに入ってて、多分ダブってるんだと思うんですね。次のところがファイルサイズということでね、ちょっと小さめにしておきますね。はい、これでファイルサイズがすぐに一覧で見れるんです。そして最終のアクセスした日ですね、これがここに出てまして、これたくさんありますから、はい、これ今スクロールしていますけれども、はい、まだまだあります。これでこう半分ぐらい来ましたね。こういうふうにありまして、いわゆるファイル名と、そして日付、もしくはファイルサイズ、そして最終のファイルパスですね、これがこのようにどこに入っているかというのが一覧で見れるようになるわけです。これをですね、なんかこうクリックしたりしたら、もうそのファイルを、まあ、消してしまったらまたインストールが大変なんで、このファイル自身をどこか、例えばステインバーグの VST プラグインのホルダーで、そこのまたサブホルダーみたいなものを作ったりして、オールドプラグインズとかですね、そういう名前に保存できたらいいんではないかなと思っています。そしてですね、このソフトは、自分で言うのもおかしいですが、はい、今ピンポン鳴りましたが、あまり気にしないでください。誰か、宅急便屋さんか誰かが来たのかも分かりません。もう一度このソフトを実行します。するとですね、先ほどと同じファイルじゃなくって、はい、見れますでしょうか。ここに0ってつきましたけれども、こういうふうに数字がついたりしまして、ファイルがダブらないようにいつでもですね、前の履歴も残す、もしくはまあどうしてももういらなくなったら削除していただいたらいいんですけれども、そういうふうにして、上書きするんじゃなくって、番号がついていってですね、履歴が残っていくようにしています。
まだ8割ぐらいの仕上がりですけれどもですね、こういうようなソフトを作っていましてですね、皆さんに近いうちに使っていただけないかなというふうに考えています。まあその他にもですね、今はちょっと余談で皆さんのやってる分野とは違うかもわからないんですけれども、はい、このようにですね、これまあパッと 見る限りチラシみたいなものですよね、こういうふうなチラシをですね自動的に組み上げるようなそんなソフトをですね、開発してみたりとか、そういうふうに、しています。まあチャット GPT があったからこそですね、こんなおじさんでもですね、また若い時にやったプログラミングをやってみようかなという気になりました。皆さんにはぜひともこのチャット GPT、いろんな意見があります。なかなかうまく出ないとかですね、AI なんて怖いよとかいう人もいてますが、これ怖い怖いと言ってても、もう必ず時代はそちらの方に進んでいきます。ぜひとも自分の範囲でですね、使えるところは使って、使わない方がいいところは使わないでおけばいいと思います。例えば医療分野とかそういうところってとっても慎重に使わないといけないと思うんですね。でも使わないのではなくて、使ってる人、ものすごく便利に使っている人、もうそれで仕事をしている人と、そして怖い怖い、もしくはまだ知らないからといって、ログインというかインストールをしていない人、ここでですねどうしても差が出てしまいます。なぜかというと、先ほども言いましたように、このプログラム、こんなのですね、もし知識があったとしても、最初から作り方が分かってたとしても、これを打ち込むのってもう何時間もかかりますよね。それがさらっと出てくるわけですから、もうこんなに便利な時代になったということで、僕はこれからもやっていきます。音楽の分野で言えば、近いうちにはいろいろですね、シンセサイダー V という歌声合成がありますが、このソフト用の、あれはプラグインというのかな、まあプラグインの一例ですけれども、スクリプトというのが使えます。そのスクリプト自身の開発もこのチャット GPT でできますので、MIDI を扱ったりとか、そしてもう直接シンセサイダー V に書き込むこともできますので、皆さん、近いうちは期待してですね、そういうもんも村長は作ってしまうかもわからない。まあ、今のところは一応クエスチョンマークはつけておきますけれども、そんな形で僕は研究をしています。村長スタジオでした。